ずいぶい VTuneコンテンツを残さず消滅させるのだ。だいぶ様になってきたじゃないか。それでこそ惑星オワンダルの女神だよ、カド。黙れ、ヘイロ。敵の抵抗が想定より激しい。あれをどうにかする策を考える。惑星エモも意外にやるな。感心している場合か。口ではなく頭を使うのがお前の仕事だろう。大丈夫大丈夫、問題ないよ。我らの軍勢はあのくらいものともしない。まとめてオワコン化してあげようじゃ。いいだ。全軍突撃！我ら惑星オワンダルに勝利を！たくさんのアンチが押し寄せてきます。すべてのコンテンツを踏みにじり燃やし尽くす悪意の存在。ああ、みんなが作り上げてきたコンテンツが一つ、また一つと消えていく。もうこの惑星の力だけでは抗うことすらできない。想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は根となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。力を借りるしかありません。
作フィールドを展開。領域は別次元に設定。文明レベルが近似値を示す候補を優先。きっと見つかるはず。この世界にはない創造の魂、人々に感動を呼び起こす希望の光、コンテンツへの愛にあふれる戦士、救世主と呼ぶべきものが。見つけた。この方々ならきっと侵略を食い止め、コンテンツを取り戻してくれる。救世主たちよ、惑星エモンをお救いください。ゲーム業界、そこは4人の守護女神によって守られる異なる次元に存在する世界。時に覇権を争い、時に手を取り合う4人の女神たちは今、戦場とも呼ぶべき舞台に結集していた。女神たちの熱き戦いが再び幕を開けようとしていた。よかったね。今日はノーアルといっぱい
けじゃないわよ。とにかく行こうよ、この新しい VR システムのところに。いっぱい遊ぶとか言ってたくせに。いきなり寝てるじゃないのよ。どうやら徹夜したせいで横になったら眠気が来たようですわね。ベル、あなたは平気なわけ？ランダムで出現するレアモンスターに張り付いて何日も徹夜することだってありましたから。それに私、この VR システムを体験するのをずーっと楽しみにしていましたの。 VR によるライブ型 MMORPG、 ネトゲ好きの夢の装置。寝てしまうなんてもったいなくてできませんわ。ねえブラン、ここは私たちだけでも女神らしく。VRMMO、 閉じ込められたプレイヤーたち、 RPG の世界で繰り広げられるデスゲーム、ラノベの世界そのままじゃねえか。私たちをお救いください。救ってほしいのはこっちだよ。先生、想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり鼻となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。すごいロープレ設定みたい。それより回復アイテム。ネプテューヌ、起きなさい。あ、私のターン。まだ何も始まってないわよ。もうすぐ始まるわよ。あ、そうだった。新しい VR システム楽しみだね。どんな世界が見られるのかな。始まりますわよ。おー、ワクワクするね。あれ、なんか急に。ちょっとネプテューヌ、あなたまた寝るつもりで。あれ、私まで。頭がクラクラする。これ本当にゲームなのかしら。いいだけじゃつまらない。君と一緒にミュートラル。ミュートラル。
ニュートラル、ユウよ。みんな、昨日ぶり。今日はね、とびっきりのサプライズだ。ちょっと待ちなさい、ミー。あっと、なになに、ユウちゃん。これからババーンと発表するとこだったのに。これ、いつもと立ち位置が逆じゃない。あれ？そうだっけ？そうだっけ？って、何回配信したと思ってるのよ。いい加減、立ち位置くらい覚えなさい。いいじゃん、そんな細かいこと。っていうか、ゆうちゃんだって気づいてなかったじゃん。それは、もちろんみーが気づくのを待ってたのよ。なんか言った？ああ、何も。とにかく最初からやり直しましょう。生配信じゃなくてよかったわ。今回の配信は特別だもんね。完璧じゃないと。みんな新曲喜んでくれるかな。当たり前じゃない。私たち史上最高の新曲だもの。だよね、だよね。事前告知はせず、あえてサプライズで発表。さらに新曲 MV も流せば、再生回数はうなぎ登りよ。うなぎ？うなぎって登るの？どこに？もしかして恋登り的な？ものすごく再生回数が稼げるって意味よ。それってやばいじゃん。私たち天下取っちゃうじゃん。だからこそ立ち位置だってちゃんとしなきゃ。それと、もっとテンション上げていくわよ。任せて。そういうの得意だから。いつも心のど真ん中。可愛いだけじゃつまらない。君と一緒にニュートラル。ニュートラル、ミーだよ。ニュートラル、ユーよ。こんにちは、でこんばんは。今日も配信の時間がやってきたよ。私たちに会いたかった。会いたかったよね。私たちも会いたかったよ。え、ゆうちゃん、テンション高。うそ。ちょ、打ち合わせと違うよ。テンションぶち上げてこうって話だったじゃん。なんか実際に見たら思ってたよりうざいし、うざいし、ぶりっこしてるのか。ひどい、ひどいよ、ゆうちゃん。だいたい、ゆうちゃんが中学生の時に書いてた夢小説の方がもっと痛い。おい、こら、それ以上言うとマジでしばくぞ。なんてね、冗談。ニュートラルは今日も仲良しだよ。そんなことより、今日はビッグニュースがあるんだ。それはなんと、この後ミュージックビデオをフルバージョンで配信しちゃいます。それじゃあ早速聴いてもらっちゃおう。だね。それでは私たちの新曲アンリミテッド、どうぞ。想像は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。この声、ぬぷ、あれ、あれれ、ここどこ？やっと来たわね、ネプチューヌ。ノアール？ちょっと、なんで疑問形なの？い
や、だっていつもと違う学校だし。コスプレ？コスプレなの？違うわよ、気づいたらこれだったの。ネプチューヌだってそうじゃない。頭がぼーっとする。ねえ、なんだか変じゃない？ゲームっぽくないっていうか。ねえ、ここまで何の説明もないのは少し不自然ですもんね。思っていたのと違う。みんな心配しすぎだよ。きっとこれからチュートリアルが始まるんだよ。私聞いてないよ。どう見ても違うでしょ。明らかにこの状況に戸惑ってるわ。よし、声かけてみよう。あ、こら、待ちなさいって。ねえねえ、あなたたち運営の人？チュートリアルまだ？なんですか、あなた方は。ここはどこなんですか？これを。ほら見なさい、この人たちも私たちと同じなのに。ゆうちゃんゆうちゃん、この人たち変な格好してるよ。いや、それを私たちが言っちゃダメでしょ。それにしても一体どういう状況なのよこれ。どうやらここにいる全員が何かに巻き込まれたということでしょうか。情報がないのに考えても仕方ない。それより聞いた方が早い。聞くって誰に？ここはあなたたちの世界とバーチャランドの狭間にある仮想空間、デュプリケイト。そして私はバーチャランドにある惑星エモの電脳女神、フェアと申します。この度は突然お呼び立てしてしまい誠に申し訳ありません。これゲームじゃないの？だからさっきからそう言ってるでしょ。これって配信じゃないの？いや、どう考えてもおかしいでしょ。既視感がすごいわね。フェアさんとおっしゃったかしら。どうして私たちは呼ばれましたの？それはあなたたちこそ救世主だからです。お願いします、どうか私たちの世界をお救いください。私
VVV チューム。世界を救う？はい、申し上げた通り、私はこの惑星エモを守護する女神です。この星は様々なコンテンツを育む、それはそれは平和で素敵な星でした。ですが今この星はオアンダルという星の侵略を受けて危機に陥っているのです。攻め入ったアンチの軍勢はエモの国々を荒らし、コンテンツをオワコン化させようとしています。アンチとかオワコンとかどっかで聞いたような単語ばっかりだね。私たちとしてもあまり聞きたくない単語ね。とにかくヤバいってことだけはわかるわ。今までも多少のアンチの騒動ならエモに備わるセキュリティマシンで対処できたのです。ですが今回はオワンダルという一つの星が突如としてアンチの軍勢を率いて侵略してきました。なるほど、多勢に無勢というわけね。はい、この星の住民もアンチの前では抵抗もかなわず、このまま惑星全土が敵の手に落ちるのももはや時間の問題でしょう。そうなる前に私はエモのコアの力を使い、強い力と正しき心を持つ存在を探したのです。承諾もなくお呼びした無礼を承知でお願いします。どうか私たちの惑星を、いえ世界をお救いください。なるほどなるほど、今回はそういう展開なんだね。でも主人公オブ主人公のこの私に救いを求めるなんて分かってるね。うわ、あの人自分のこと主人公とか言ってる。なんかちょっとヤバい人たちかも。そうだね、ちょっと文句言ってくるよ。え、文句って何を？ちょっと待った、真の主人公はこの私だよ。あんたも同類かい？むむむ、まさかのダブル主人公？これはお互いに銀河の覇権を争う流れ？ならないわよ、その流れには。この知性ミーに勝てるかな？買ってるんじゃないわよ。っていうか、よりによって自称って。私ミー、ユーちゃんと二人でニュートラルっていう VTuber やってるんだ。まだ駆け出しだけどね。ネプテューヌだよ、プラネテューヌで守護女神をやってるよ。が合う人初めて見た。ネプテューヌが二人になったみたい。賑やかで良いではありませんか。あの、話の続きをしてもいいでしょうか。はいはい、世界を救ってほしいんだよね。任せてよ、そういうの得意なんだ。世界を救う VTuber ってすごくない？超有名になっちゃうよね。み、ちょっと待った。なに、ゆうちゃん。ねえフェアさん、ちょっと言わせてもらっていい？なんでしょうか。女神だかなんだか知らないけど、この人たちはなんかすごい力があるんでしょ？でも私たちは VTuber、 ただの一般人ですよ。戦う力なんてありません。あるよきっと。
転生したら異能力がもらえるみたいな感じでさ。え、あるよね。その質問にお答えするためには、このバーチャランドについてお話ししなければなりません。私たちの住む世界バーチャランドには、私の守護する惑星 M をはじめ、広大な電脳宇宙に数多くの惑星が存在しています。惑星には創造の力を宿すコアがあり、それにより惑星の大地が生まれ、そして惑星独自の娯楽文化、コン、そう、私の守護する惑星 M もコアによって惑星の大地が生まれ、多くのコンテンツが生まれ、今や惑星オワンダルの侵略によって一部のコンテンツは見る影もないのですが。何が言いたいかと言いますと、あらゆるコンテンツが生まれるこの世界では、魅力的なコンテンツに強い力が宿るということです。ミー様、ユー様のお二人には可能性が見えました。唯一無二のエンターテインメントとして未来に羽ばたく可能性です。それって私たちが VTuber として成功するってこと？やったー！単純に喜んでもいられないわよ、ミー。成功する以前にこんなところにいたら VTuber としての活動すらできないんだから。は、本当だ。ユウちゃん、早く元の世界に帰らないと。巻き込んでしまいすみません。ですが、ことはできません。皆さんはこの惑星を救える唯一の希望、どうか。そしてもう一つお伝えしなければならないことがあります。実は侵略の影響でコアの力が流出し、他にも VTuber がこの世界に転送されてしまったのです。VTuber の皆さんは侵略者の標的となり囚われてしまいました。コンテンツの魂を集めようとする惑星オワンダルの先導者カドの手によって。それって大変じゃん。はい、私のせいです。すみません。じゃあその VTuber たちも助けないと。あれ、もしかしてライバルが減るんだから助けない方がいいのかしら。ゆうちゃん、目がマジだよ。冗談よ、見捨てるわけないじゃない。助けて恩を売る方がいいわよね。もっとひどいこと企んでた。なんだかやられ放題ね。あなた、この惑星の女神なんでしょ。だから他人の力に頼るのも気に入らない。すみません。ブラン、言い過ぎですわよ。同じ女神でも私たちとはあり方が随分違うのでしょう。いえ、おっしゃる通りです。惑星の窮地に際して何もできず、こうして皆さんの力を借りるしかない。女神です。落ち込んじゃった。私のせいだって言いたいのかよ。違うよ、フェアちゃんのせいじゃない。ミー様、いつだって悪いことした人が悪いんだよ。だからその角って人には私がガツンって言ってあげる。言ってわかるような相手とは思えないけど、一発ぶちかましてやりたいってのには同意ね。ありがとうございます。ネプチューヌもやる気になってるみたいだし、どうせこのまま私たちも巻き込まれるのよね。そういう展開になりますわね。でもどうや
やって戦うの？ここでは守護女神の力は使えないみたいよ。それでしたらどうかご安心を。ここは電脳宇宙バーチャランド。本来生身では来ることができません。守護女神の皆さんはその衣装で一時的にこの世界に適応する体になっていただきました。なるほど、つまりはご都合設定ってことだね。身も蓋もないこと言わないの。じゃあなんで私たちはそのまんまなの？それは私たちが VTuber、 つまりはバーチャルってことでしょ。ねえ女神様、さっき私たちには強い力があるって言ってたわよね。ぶっちゃけそんな感じはしないんだけど。それは今から引き出すのです。あ、すっごーい綺麗な光。これは惑星エモのコアに残る最後の力、コンテンツになる前の種、可能性の力です。この力を受け取ればあなた方に適した武器が授けられることでしょう。おお、武器が出てきたよ。これは銃？かっこいい。これが私たちの武器。待って、この銃カメラもついてない。本当？カメラ付きですか？面白いけどへんてこな武器だね。なぜそのような形状の武器なのかは私にも分かりません。ですがコアがネプテューヌ様たちにその武器を与えたというのであれば、きっとそれを持つことでネプテューヌ様たちが何かを成し得る。こっちもすごいね。剣なのに楽器にもなってるよ。私は弓ね。こっちも楽器になってる。なんかすごい面白いかも。剣かね。ゆうちゃん、私にぴったりだと思わない？そうね、私も弓が合ってる気がするし、コアってちゃんと性格も分かってるのね。ミーとユーの武器もなかなか面白そうだね。そっちのカメラ付きの銃も楽しそうだよ。楽しみだね、ネプテューヌちゃん。そうね、ゲームで鍛えた私の腕バリバリ見せちゃうんだから。頼もしいですね。それでは早速ですが、あなた方を転送させていただきます。どうか侵略者からこの星をお守りください。
ちは無事なのね。はい、別の場所ではありますが、ちゃんとそちらの国に転送されています。そう遠くではありません。そこから先に向かっていただければ合流できるはずです。わかったわ。じゃあとにかく合流地点を目指すことにする。気をつけてください。その国にはすでに侵略者のアンチがいます。いつ戦闘になってもおかしくない。任せて。どうせ最初はチュートリアルでザコが出てくるって決まってるんだから。ネプチューヌ様たちなら大丈夫だと思いますが、それでも油断なさらぬよう。レア、あの子たちに焦らないで慎重にって言っといてくれる？かしこまりました。皆さんもどうかお気をつけください。それではご健闘を祈ります。よし、みんな侵略者たちをバリバリやっつけていこう。というわけで、アンチに気をつけて合流なさってください。それとノワール様から焦らずに気をつけるように。わかった、ありがとうって伝えといて、レアちゃん。ではミー様、ユウ様、ご健闘を祈ります。任せて。まさか乗ってからバラバラになるとは思わなかったわ。でもそんな遠くじゃないって言ってたし、きっとすぐに会えるよ。そうね、頑張って早く合流しましょう。よし、それじゃあ出発。全開、ジョイン、ジャンプ、カンガル
ビャビャビャッケーサンダルのようにエイエイ狙い撃ちよいしょビャビャビャッちょっと待ったネプチューヌ何かいるわ本当だあれがアンチってやつかな思っていたより可愛らしい見た目ね見た目で油断させる手かもしれない気をつけてもう撃っちゃダメかしら撃っちゃえ撃っちゃえちょっと待ちなさいってばお前らネプチューヌたちだろ私の活躍って世界を超えて響き渡っているんだねおうおう響き渡ってるぜ不真面目で面倒くさがりだってな、うん、面倒なことは理由をつけてすぐサボるんだろあなんなのその間違った情報合ってるわ合ってるじゃないおおむね合ってますわねちょっとみんなまでそっちの黒髪はぼっちのノワールだなはあ、誰がぼっちよお前ゆうべは眠れなかったんだってな今日みんなに会うのが楽しみすぎて違うわよただちょっと夜更かししただけなんだからそっちのブランは小説を書いているようだが同人イベントに出ても大して売れないんだってな なんで知ってるじゃなくてぶっ殺すためあらあらみんなそんなに大騒ぎしては自分から認めているようなものですわよ黄色い女神の方が大きいな私の胸を見て鼻で笑いましたわねとまあこのように評判はとどろいているってわけだつうわけでお呼びじゃねえんだよムカつくもう許さないんだからねえ感じ悪いにも程があるわねギタギタにしてやるぜ私も久しぶりに怒り浸透ですわ行くよみんなチュートリアル戦闘だどうにをしようかなこれだねちょっと打つよ
ああ、なんだろう。急に心が晴れやかに。世界。急におとなしくなっていっちゃった。浄化されたってことなのかしら。それにしても最低な敵だったわね。本当だよ。私のことを妬んだ誰かがネットに間違った情報を流したんだよ、きっと。そうね。まったく悪質なアンチっていうのはどの世界にもいるものね。ひどい。次は余計なことを喋る前にぶっ潰す。私のアイデンティティーね。皆さん、ご無事で何よりです。ペア、ちょっと今のアンチってやつは何なの？アンチって私の世界にもいるあのアンチよね。この世界だとあんなに凶暴なの？この世界では特別な対象に怒りや不快さを覚えた者はあのようなとても凶暴な状態になるのです。私たちに倒されたアンチが急におとなしくなったのよ。それこそがあなた方の力によるものでもあります。倒せばアンチではなくなる。案外に単純な仕組みですわね。単純、大いに結構じゃねえか。片っ端からぶっ倒して元に戻してやればいいんだろう。ブラン、あなた相当根に持ってるわね。よし、じゃあアンチを元に戻しながら進んでいこう。ミー様、ユウ様との合流場所はすぐそこです。皆さん、参りましょう。この子たちは大丈夫かしらね。やりゃりゃりゃ、じゃんじゃん撃つよ。